はい、どうもメイチャンネルです。本日私はですね、2月25日に開業しましたインターコンチネンタルアピコーゲンリゾートさんの方にお邪魔させていただいております。めちゃめちゃ広くて最高です。はい、で先ほどねチェックインが無事に終わりましてですね、まだねチェックインからルームツアー編ご覧になってない方はこちらにねリンク貼っておきますんで、よかったらそちらの方ねチェックしていただければと思います。でこちらの動画の方に関しましてはですね、クラブラウンジでのねアフタヌーンティーだったりとかイブニングカクテル、そして温泉だったりとか館内施設ねご紹介できればなというふうに思っております。まあ今日はですねパーティーやってるんですけど、パーティーがね15時に終わったら私とね知人で来てるんですけど、その2組だけのねもうほぼ貸し切り、ほぼというかもう貸し切り状態なので、ちょっと館内いろいろね回らせていただこうかなというふうに思います。めちゃめちゃ楽しみです。はい、ということでね早速張り切って行ってみたいと思います。まずねアフタヌーンティー食べに行こうかなと思います。行ってまいります。じゃあねアフタヌーンティーいただきに向かっていきたいと思います。はい、こちらがですねレストランのね白つゆというところですね。こちらでねアフタヌーンティーをいただきに行こうかなと思います。今ねちょうどパーティーが終わってですね、片付けのね準備などされているような状況です。めちゃめちゃね綺麗な感じですね。はい、レストランね、まあこんな感じでめちゃめちゃおしゃれじゃないですか。はい、奥にね個室なんかもねあるみたいですね。はい、今ね席ご案内していただいてね、めっちゃいい感じですね。はい、はい、こんな感じでですねアフタヌーンティーいただいております。3段でねめちゃめちゃ美味しそうですね。結構ねセーボリーがあります。これマッシュルームみたいですね、長芋だったりで、アッピ高原産のハムで、こちらがねサラダロールだったりとか、これもね八幡平のサーモンだそうです。そしてねベリー系のケーキとかぼちゃのキッシュとかね、シャンパンのゼリーとか、これもねアッピ高原のやつのマカロン、そしてねホットチョコレートありました。いただいていきたいと思います。美味しそう。じゃあねホットチョコレートいただいていきます。ほんのりビターな感じで美味しいです。でこれね初めにね敷いてあったレザーのやつなんですけど、本当にねレザーでかなりねいい革の匂いが使われてます。ただ本当にね敷かれて下げられちゃうんですけど、もったいないですね。非常にいい革使ってます。なのでこれがね数年後また使われてくると結構いい味になるんじゃないかなと思いますね。はい、はい、じゃあねこちらですねマッシュルームと下がね長芋になってます。いただきます。うん、うまっ。めっちゃ面白いですね。上がねすごいマッシュルームのフライでですねあったかいんですけど、下の長芋が冷たくて、あったかいのが来て冷たいのが来てね、味も結構まろやかな感じでいい感じです。はい、続いてこちらがねアッピ高原のチーズとね、あとフォークですね、生ハム、アッピ高原豚って何ですかね。いただいていきます。お、すごいね甘みがあるんですけど、いい塩味で、これシャンパン飲みたくなりますね。チーズもねいただいちゃいましょう。ゴルゴンゾーラでしょうかね。いただきます。うん、濃厚。あ、めっちゃ上品な味します。これチビチビ食べたくなりますね。うまい。はい、続いてねこちらのサラダロールいただきたいと思います。結構しっかり巻かれてる、こんな感じのサラダロールいただきます。あ、サンドイッチ、めっちゃ普通のサンドイッチのパンでした。うまっ。はい、続いてこちらが八幡平のサーモンですね。中にねアボカドも入ってますね。カリフォルニアロールみたいな感じでしょうかね。いただきます。うまっ。めっちゃ濃厚。スモークサーモンがすごいねっとりね濃厚なんですけど、中のねアボカドがまろやかにしてくれますね。めっちゃ美味しいです。はい、じゃあ、ね、こちらのベリーのケーキねいただいていきたいと思います。いただきます。程よいね酸味が効いてて、でもね下のチョコなのかな、このスポンジがねちょっとアクセントになってて、バランスがめちゃめちゃいいですね。美味しい。うん、うまっ。はい、続いてこちらのねかぼちゃのキッシュいただきたいと思います。あ、いい弾力です。いただきます。かぼちゃがめっちゃ濃厚。あ、これも美味しいな。うん、まんまかぼちゃですね。なんかでもね懐かしい感じのかぼちゃの、おばあちゃんとかが作ってくれる感じのねかぼちゃの煮物みたいな感じの味します。美味しい。自然な甘さですねかぼちゃのね。そしてねこちらがシャンパンのゼリーですね。いただきます。うん、うまっ。
めっちゃシャンパン。でもね、アルコールは飛んでるんで、お酒ね、ダメな方でも全然召し上がっていただくことできると思います。うん。なんか上品な感じですね。下にはね、メロンも入ってますね。うまっ。はい、そして最後にマカロンいただきます。何のマカロンだろう。めっちゃ不思議。ミルク。ミルクでもね、ちょっと酸味があるんですよね。でもね、これめっちゃ美味しい。安比高原の牛乳なのかな？美味しいです。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しいです。量的にもですね、多すぎず、少なすぎず、結構ね、満足度が高いね、アフタヌーンティーだったかなと思います。で、飲み物のメニューもめっちゃ豊富だったので、ちょっと後でね、メニューいただけるようだったらね、ちょっとここら辺にでもね、出しておきたいなというふうに思います。飲み物のね、メニューもめちゃめちゃ豊富ですね。これ以外にもですね、安比高原産のフルーツのね、ドリンクなんかもご準備していただけるとのことです。美味しそう。はい、じゃあね、いちごの紅茶いただきましたのでいただきたいと思います。これもね、めちゃめちゃいい匂いなんですよ。いちごのストローありましたあ、ほのかにね、甘みがあるんですけど、いちごのね、香りがすごい広がる感じです。で、ちょっとね、時間が経つと酸味も出てくるので、そしたらね、ガムシロップ入れていただくのもいいですよということでした。面白いですね。こうやって時間によって味が変わるっていうのは、なんかワインとかみたいなね、感じでいいと思います。で、この後ですね、お部屋ね、ショールームでいろんなお部屋ちょっと見させていただくことできそうなので、そちらの方もね、お届けできればなと思います。じゃあね、こちらが今日はね、男性湯なんですけど、時間でね、入れ替わるような形です。今日はね、特別な許可いただいて、撮影ねさせていただくことになっております。失礼します。はい、まあ、こんな感じで靴入れるスペースがありまして、はい、こちらがね、こういった更衣室になります。ちょっとね、横になるっていただくスペースがあったりねします。はい、で、お手洗いですね。で、中に入っていただくと、こんな感じでね、いい雰囲気の、ね、感じが出てますね。はい。で、こちらがね、洗う箇所でですね、こういったレインシャワーとね、ハンドシャワーがあるタイプが2箇所という感じです。で、あとはね、こういった感じのね、洗うスペースとなってます。すべてね、バイレードが置かれております。じゃあ、奥入りまして、こちらがね、温泉ですけど、もうね、ヒノキのいい香りがするんですよ。素晴らしい。はい。こんな感じのね、温泉です。そして、こちらがね、サウナです。はい。こんな感じですね。今ね、93度ぐらいになってますかね。はい。そして、先進んでいただいて、こちらがね、水風呂となってます。そして、さらにね、進んでいただきますと、露天風呂の方にね、出ていただくことができます。まあね、ちょっと特別に撮影させていただくんで、靴お貸しいただいてます。はい。で、このようにですね、露天風呂。いや、これはね、絶対気持ちいいです。ちょっとね、山なんかもね、いい感じで今、晴れ間が見えて、見れます。そしてこちらがね、寝湯です。はい。こんな感じの温泉施設ですね。はい。ではね、もう一個の温泉施設の方に向かっていきたいと思います。はい、続きましてね、こちらの岩風呂のね、方。今はね、女性湯になってますけど、通常はね、入れ替えでなってます。今はね、女性湯です。失礼します。はい。こんな感じのね、お風呂になってますけど、ちょっと雰囲気違いますよね。はい。こんな感じのロッカールームで、こんな感じのね、洗面台と。で、こちらはね、岩風呂なんです。ヒノキ風呂ではないという感じなんですね。はい。こんな感じのね、はい、洗うスペースとなってまして、ここにもね、こういった水がね、出てくるスペースがあって、いい感じですね。ではね、奥進んでいただくと、ここにね、シャワーのブースがね、また2箇所ありまして、サウナが、今度はこういうタイプですね。はい。まあ、広いですね。はい。そして、バーンとね、広がるこちらが、
温泉のねお風呂という感じです。でこちらがね水風呂という感じです。広いですね。でこちらのね、お風がねめちゃめちゃ吹いてますけど、露天風呂、はい、こちらもね岩風呂となってまして、これがね寝湯ですね。景色どうですか？好みあると思いますけどね、これも素晴らしいビューじゃないかなと思います。でこんな感じのね、はい、露天風呂という感じになってます。じゃあね続いてスパの方ね見させていただきたいと思います。こちらがねスパですね。失礼します。あ、すごい勢ぞろいですいません、めっちゃ緊張します。こんな感じのねスパですね。おすすめの施術は何ですか？私もあのフェイシャルもボディもできるんですけども、はい、あのエルビスっていうイギリスの高級スパでよく使われるブランドなんですけども、 そちらを使ったあのメニューがすごいおすすめです。なるほど、エレミスですね。そうです、エレミスです、はい、ボディよりはそちらも全部で5種類。あ、ここから、なるほど、はい、承知しました。それぞれの香りとか温度が違うので、最初にカウンセリングをお客様からのお話いろいろ聞いて、はい、最適なものを選んで、チョイスして選んでやると、はい、そうなんです。承知しました、ぜひお試しくださいありがとうございます。今回ね中も見させていただいてます。こんな感じのね、結構女性でもゆっくりね安心して施術できると思いますね。こんな感じのルームです。シングルルームになります。あ、なるほど。ご夫婦だったりお友達同士だったりとか、そんな感じですか？はい、承知しました。はい、こちらに今ルーフトップの方にね着させていただいたんですけど、今ね強風と雪のためですね、まあクローズになってますけど、夏場とかにはね、あのビアガーデンとかね、ルーフトップバー的なことも考えてらっしゃるという感じですね。はい、であちらのね先に見える柵のところがですね、プレジデンシャルスイートの専用のねテラスという感じで、専用エレベーターがございますので、そこから上がっていただく形になります。はい、でこちらがねフィットネスルームとなってます。じゃあね入っていきましょう。はい、こんな感じでねフィットネスルームございますが、結構ねコンパクトですね。まあでもね、ここら辺でフィットネスされる方もいらっしゃると思いますけど、そんなに多くないと思うので十分かもしれないですね。はい、お水とタオルもね盛りだくさんございます。そしてバーレルと、こういったねトレーニング機器、全く分かんないですけど、こんな感じのね機器と、でランニングマシン等がございます。はい、お部屋の方にね戻ってきました。まあちょっとねお風呂だったりとか、まあ見れるところだけねルームツアー見させていただきまして、今ねもう何やかんやで16時50分となりました。もうねこれから17時からですねカクテルタイム始まりますんで、カクテルタイムの方にね向かっていこうかなと思います。まあちょっとね多分そんなに量ないと思うんです。まあちょっとねそれを見て、レストランでね食事なんかも考えていこうかなというふうに思います。まあ今日もねやっぱりライブもありますし、まあ私自身も温泉入りたいので結構ね忙しいんですけどね、なんとかこなしていこうかなというふうに思います。じゃあね、カクテルタイム向かっていきます。はい、じゃあね、シャンパンいただきましたのでいただいていきます。いやー、いいですね。めっちゃうまい。最高です。今日はね宿泊者は私とねあの知人の方のみなんですけど、やっぱりね ANA クラウンプラザに、ね、宿泊されてる方がご覧になったりとか、今もねロビーラウンジに、まあ、なんか質問なのか宿泊予約っていうことでね来られてるお客様もいらっしゃいましたね。はい、まだね一応2月25日開業とは言ってもね、あのお客様入るのは多分ね28とか3月1日がねメインになると思います。楽しんでいきたいと思います。はい、こんな感じでですね、冷製のねアペタイザーをいただきました。結構ね美味しそうじゃないですか。野菜スティックとかねバーニャカウダ、そしてね温かいですねアペタイザーが、こちらがねじゃがいもがね中に入ってるみたいですね。でこちらがサーモンです。はい、いただいていきたいと思います。美味しそうです。じゃあねいただいていきます。いただきます。これもバーニャカウダつけた方がいいのかな。うん、うまい。野菜スティック、うん、あ、バーニャカウダがめちゃめちゃ美味しいですね。なんかコクがある、深みのある味です。美味しい。まあ、やっぱりね、イブニングカクテルはこのぐらいのね量ですよね。じゃないとレストランでね
皆さんお食事されなくなっちゃいますよね。はい、最高です。これね、宿泊者皆様がねいただくことができますという感じです。アフタヌーンティーもそうですね。じゃあね、こちらの方が、あ、じゃがいもって、あれですね、マッシュポテトみたいな感じで入ってましたね。もっとね、硬い、しっかりとしたじゃがいもが入ってるのかなと思いました。うん。いい塩味。塩コショウとかも、抜群ですね。うまい。そしてね、こちらがサーモンです。うん。うまっ。はい、一応ね、今、ディナーのね、メニューいただきまして、まあ、ここにね、出しておきますけれども、まあ、アラカルトもね、ありますけども、基本的にはね、ディナーコースっていう感じです。24,200円。洋食と和食という感じですね。で、アラカルト、それ以外もね、野菜スティックみたいなのとか、お作りとかね、自家とかの価格もあるんで、まあ、ここはね、この時にスタッフさんの方に聞いていただければと思います。はい。で、結構ね、時間的に今ギリギリになりましたので、これからね、18時半にエッセの方に行ってですね、で、インルームダイニングね、今であれば、ANA クラウンプラザの方の、ね、インルームダイニングも頼めるということです。まあ、ただね、今こちらのインターコンチネンタルホテル、安比高原リゾートのね、インルームダイニングが対応してないということもあるんで、一時的なね、措置ということでございますので、そこはね、ご容赦いただければと思います。はい、今ね、お部屋の方に戻ってまいりました。これからですね、メンズエステ、受けに行こうかなと思います。私、初メンズエステですね。行ってまいります。はい、じゃあね、これからエステ向かっていきますけど、なんかね、バスローブ姿とかで行くのかなと思ったんですけど、普通にこの普段着でね行ってですね、あちらで着替えるみたいな感じですね。なので水着とかもね特段必要はありません。向かっていきます。はい、ということでね、スパの方にやってまいりました。こちらね、ラビダスパアッピー、行ってまいります。よいしょ。はい、こんな感じですね。では、お部屋の方ご案内いたします。普段はこうやってバスローブとか着ずに、ここのね、更衣室で着替えるみたいです。はい、ありがとうございます。お着替えなんですけども、こちらのろ過に着替えたものを入れてください。はい、はい、こっちですね。はい、あとは紙ショーツ、はい、ストラックスなんですけども、はい、こちらに履き替えていただいて、はい、お履き物もこちらのスーパーをお使いくださいませ。自動でアップトイレですね。そうです、はい、これちなみにサイズ的には大丈夫ですか？結構僕大きめがいいですけど。大丈夫でございます。ありがとうございます。はい、はい、じゃあね、ここの更衣室でですね、着替えてですね、あちらの待合室の方に待機しておいてくださいということです。なんかね、めちゃめちゃ緊張します。はい、今ね、着替え終わってですね、うん、お部屋で待機してます。初めてね、紙ショーツ履きましたけど、大きさはね、バッチリです。はい、ということで、これからね、なんか匂いなんか選んだりするみたいなので、ちょっとね、待ちたいと思います。楽しみです。はい、ディープティッシュの、はい、ボディセラピーのコースになりますので、はい、よろしくお願いします。はい、肘などを使ってしっかりとした圧で行っていきますので、はい、しました。はい、むくみなどある方はすごいスッキリされるので、はい、はい、ぜひちょっとご体験していただければと思います。はい、はい、今ね、お部屋の方に戻ってまいりました。もうね、結構な時間なので、これからですね、バーの方行ってですね、ちょっとドリンクをね、いただこうかなというふうに思います。もう時間もないんでね、とりあえず行ってまいります。今ね、バーのモッコの方にやってまいりました。一応まだね、オープンしたてということなんで、まあ、基本的には多分これから整備されていくと思うんですけど、スパイアエリートということでですね、まあ、基本的なものはね、大体ご提供いただけるということで、今日はね、こちらの宮城郷っていうんですかね、はい、の限定のね、ウイスキーでソーダ割りをいただきました。ありがとうございます。初めて見ました。いただきます。香りがすごいいいですね。美味しいです。ありがとうございます。
はい、今ねライブも終えまして、もうなんやかんやね12時半回ってるところでございます。まあ、今日はですね、初めてねメンズエステ体験してきましたけど、めちゃめちゃね気持ちよかったですね。はい、まあでもね結構お値段するんでね、まあちょっと相談させていただいて、なんかねちょっとハマりそうな感じもしますけども、背中とかねめちゃめちゃもう肌色もねいい感じになったということでしたので、いやーメンズエステ結構ね男性行かれる理由もわかりますね。女性の方も特にね行かれるの本当にわかりますね。ぜひねいいお値段しますけれども、本当にねめちゃめちゃいいサービスでしたので、ぜひね機会があれば施術受けてみていただいてはいかがでしょうか。はい、ということでね、まあ今日はねもう結構いい時間でしたので、バーもねいい雰囲気でいろいろねお話もできて楽しかったなっていうふうに思います。今日はねゆっくりお休みさせていただいて、まあ明日ねできれば朝からのね温泉使ってですね、朝食を食べてショールーム迎えてですね、まあ、チェックアウトができればなというふうに思います。まあ引き続きねちょっと楽しんでいきたいなと思います。もう本当にねインターコンチネンタル安比高原リゾート最高です。めちゃめちゃ最高。おやすみなさい。ゆっくりね寝れそうです。また明日お会いしましょう。おやすみなさーい。はい、改めましてね今お風呂入ってお部屋の方にね戻ってきました。めちゃめちゃね朝風呂気持ちよかったですね。外のねやっぱり冷たい風に熱いね温泉最高です。じゃあねいい感じでお腹空いてきましたんで、これからね朝食の方食べに行きたいと思います。行ってまいります。今ね朝食会場の方に来ました。当然ね貸し切り状態です。はい、飲み物はねこういったコーヒーとかソフトドリンクからね選ぶような感じになっております。私はねホットチョコレートを記載ありませんけどねオーダー可能です。はい、で朝食に関しましてはですねセミビュッフェがあるんですけど、卵料理をね一品お選びしていただくような形と、あとこちらのですねサイドディッシュですね、私はね全部お願いしました。なのでエッグベネリックとこのサイドディッシュをね全盛りでお願いしました。そしてですねこちらのメインの方が洋食とですね和食をねオーダーできるような感じになってまして、これはねもうセットで付きですね、朝食付きっていう感じです。セミビュッフェが結構ね洋なので和食をねオーダーさせていただきました。ということでねちょっとセミビュッフェ見に行きたいと思います。はい、こちらがねセミビュッフェ台となってまして、サラダとかねめちゃめちゃ豊富ですね。で鶏だったりとかサーモンとかねチーズ、そして乳製品とかですねフルーツ類もふんだんにございます。そしてねドリンク類ですね、でシリアルだったりとかジャムとかねここら辺もかなり豊富にございます。パンもね焼いていただくことが可能です。パンの種類もめちゃめちゃ豊富じゃないでしょうか。はい、こんな感じでね届きました。こちらがね和食膳、結構ボリューム満点のね美味しそうな刺身もねついております。めちゃめちゃ美味しそうです。そしてねお味噌汁ですね。で卵料理としましてエッグベネディクトをオーダーさせていただいて、盛り合わせをね全部お願いしたらこんなボリューミーな感じになりました。もうエッグベネディクトがね隠れておりますね。はい、でセミビュッフェの方でちょっとね面白そうだったので、やっぱりねクロワッサンとちょっとね奇抜なドーナツオーダーさせていただいて、あとですねやっぱり安比高原の牛乳、そしてヨーグルト、野菜とフルーツをねオーダーさせていただきました。すごいですね。じゃあねこちらいただいていきます。はい、じゃあねいただいていきます。めっちゃ美味しそうです。味噌汁からいこうかな。うん、あ意外とね薄味でいい感じですね。優しい感じします。刺身あるの嬉しいですね。ホタテ、うん、めっちゃプリプリ、ま、そしてねマグロです。うん、いい感じですね。煮物もいい感じですね。優しい味します。
焼き魚もね、皮がめっちゃ香ばしくて美味しいです。こちら、安比高原の牛乳いただきます。うん、めっちゃ甘みありますね、美味しい。はい、こちらのバタークロワッサンいただいていきます。めっちゃねパリパリですね、中もねめっちゃふわふわ、うん、めっちゃねバターのね口入れた瞬間香りが抜けていく感じですね。はい、じゃあねこちらのかわいいねドーナツいただきます。うん、めっちゃ中にクリーム入ってて、これ絶対子供好きですね。うまい。はい、続いてねこちらのゼブラ模様のドーナツいただきます。うん、めっちゃ甘いね、うまい。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね美味しかったですね。朝食ね、和食も非常に美味しかったですし、セミビュッフェの料理もね全てね美味しかったです。もう結構ね地元の食材をねふんだんに使っててですね、かなりね美味しかった。はい、いやもうね、間もなくしますと、こちらの ANA インターコンチネンタルアッピ高原リゾートをね、チェックアウトしなければいけないと。一応16時までレートチェックアウトはね、アンバサダーの特典でいただいてるんですけれども、17時のですね、飛行機でセントリアの方に向かっていかないといけないので、まあ、やっぱりね、2時間半とか見ておかないとですね、空港まで、秋田空港まで行くんですけど、かかりますんで、ちょっと早めに出てですね、1時ぐらいには出発しようかなというふうに思っております。もうちょっとね、ゆっくりしてチェックアウトしていこうかなというふうに思います。なのでね、まあ、レートチェックアウトできる方につきましては、1時から3時のね、アフタヌーンティーもう一回ね、いただくことできますんでね。いや。で、こちらのね、インターコンチネンタルアッピ高原リゾートなんですけども、めちゃめちゃいい。はい。まあ、アクセスの面につきましてはね、やっぱりまあ行き慣れてない部分がありますんで、やっぱりね、ちょっと遠く感じます。ANA インターコンチネンタル別府スパ&リゾートに関しましても、まあやっぱりね、2、3回行くと、まあ大体このくらいかかるっていうのが体にね、頭にもね、残ってくるので、まあそんなにはね、苦ではないんですけど、安比高原自体っていうのはやっぱりそんなにね、私自身も来たことないので、まあこれね、もうあと1、2回来たらですね、まあ、時間的にはまあ正直変わんないんですよね。空港から、2時間から2時間半ぐらい。別府に関しましても、大分空港から1時間半ぐらいやっぱりかかるぐらいなんで、まあそんなにね、大差はないので、そう考えると、まあなんか不便だなっていうふうに思ってましたけど、そんな変わらないんだなっていうふうに改めてね、思いました。なので、まあちょっとね、今ウィンターシーズンで、まあスノーボードはね、今回しなかったですけれども、グリーンシーズンの場合だとどういう過ごし方ができるのかっていうのはね、今度4月にまたね、来る予定ありますんで、今度はね、家族と、来ようかなと思いますので、まあ、レイ君連れた状態だとどういう移動手段がいいのかっていうのも含めてですね、またお話しできればなというふうに思いました。まあ、今回ね、こちらの ANA インターコンチネンタルアッピ高原リゾートに関しましては、まあ、オープンの情報ですね、いつ開業するのかっていうので、ね、まあ、ちょっとね、バタバタした部分ありますけど、それ以外はね、来てみたらもうなんだ、素晴らしいホテルじゃないかと。いうふうにね、もう本当思いまして、非常にね、いいステイでございました。で、今回はですね、私と知人のね、2組だけっていうことなんで、まあ、それはね、オペレーション面全然問題ないだろうと思われると思いますけど、まあ、スタッフの方とね、お話しさせていただく限りだと、やっぱりレセプションパーティーとかでですね、まあ、ほぼ 100% に近い稼働なんかも、スタッフの方、経験されてまして、食事の時間なんかもね、もうまとめて一気に来てくださいっていうことも、シミュレーションとしてですね、お願いしていたみたいでですね、まあ、なので、レストランとか、バーとかのですね、ピークの体験はね、スタッフの方はされているという状況です。で、主にですね、まあ多分ね、チェックイン手続きとかチェックアウト手続きのですね、ピークっていうのはまだ体験としてはないんじゃないかなと思いますので、まあこれからですね、2月28、3月1日以降にですね、混雑が予想されてくると思いますので、そこら辺のね、オペレーション力、経験等を積まれたらですね、まあハード面は申し分ありませんし、ホスピタリティ的な面もですね、私もいい距離感でですね、フランクな部分はフランクですし、ちゃんと目配り、気配りできるね、素晴らしいホテルだなというふうに思いましたんで、またね、ぜひ来たいホテルの一つになりました。はい。またね、来るときは楽しみにね、したいなというふうに思います。はい。ということでね、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきます。最高のステイでした。
今回の動画がね、ためになった、参考になった、面白かったよという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。あと、概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL 貼ってありますんで、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではですね、こういったホテル宿泊レビュー、航空機搭乗レビュー、旅に関するお得情報など発信させていただいておりますんで、ぜひね、情報の取り逃しを見逃しないように、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画をお待ちいただければ幸いです。ということでね、次回また次の動画でお会いしましょう。